カードリメン、長崎スマートカードは、長崎県内を拠点とするバス、路面電車、鉄道事業者で2002年から2020年まで導入されていた、相互利用が可能な IC カード乗車券。県内10社局で利用できた。日本初のフェリカを搭載した共通 IC、バスカードである。2002年1月21日より、利用開始。2005年3月までに、 順次、各事業者の全車両に搭載された。また2005年12月には、モバイル長崎スマートカードのサービスを開始した。複数のバス事業者に乗車できる、お財布携帯対応のバス共通カードとしては、日本初となる。カードリーダー、長崎県は離島も含めて、バス事業者数が多く、また地形的に、平野部が少なく、旧坂や京愛路が多いため、 路線バスの利用率が高い地域である。路線バスの利便性を高めるため、県内本土の5事業者で、紙式の回数券を共通化し、長崎県内バス5社局共通回数券を導入した。これを電子移行する形で導入したのが、長崎スマートカードである。導入にあたり、先行事例として、山梨交通のバス IC カードが参考とされた。 また国土交通省、長崎県バス協会、九州バス協会、日本バス協会から補助金を受けている。導入事業者は、長崎自動車、長崎県交通局、佐世保市交通局、西越自動車、島原鉄道、西海交通、長崎電気軌動、松浦鉄道、長崎県大バス、佐世保バスの、バス、路面電車、鉄道10社局である。 佐世保市交通局が2018年度末をもって廃止されたことにより旧車局となった。1000円単位で積み増しした金額が使えるプリペイド方式。残額積み増しは社内、または最寄りの窓口で行う。カードリーダーは小田原機規制。一部のバス事業者の反対によりデポジットは設定されなかった。特典としては乗り継ぎ割引、積み増し加算。 利用金額に応じたポイント付与を設けていた。小児、障害者向けに、半額割引カードも存在した。電子マネー機能はない。発行枚数は2005年12月時点で、約32万枚となった。長崎県内のバス、路面電車、鉄道で、利用可能車体に IC マークを調布松浦鉄道2002年1月21日、長崎市内で、 記念式典を行うとともに一部路線での運用を開始した。長崎スマートカードのサービス開始に伴い、1990年から長崎バスが独自に導入していた直式バスカードは、同2002年12月31日をもって発売終了となった。2004年3月から定期券にも長崎スマートカードが導入された。区間や利用者名などは、 長崎スマートカードの表面に青字で印字され更新するごとに書き換えられる。最初の発行時の回数検算額は0円であるが事前に積み増しすることで定期検区間外に乗り越した場合も乗り越し分を降車時に自動で回数検算額から生産することが可能であった。導入にかかるコストや2002年までは車両ごとに 無線局の免許を受けなければならなかったことから、一度に全路線への導入はできなかったが、3年をかけて2005年3月までに、各社とも全車両への導入を完了させ、完全にキャッシュレスでの乗車を可能とした。長崎スマートカードの全車両導入により、従来使われてきた共通回数券は、2004年9月30日で発売終了となり、 2005年4月1日以降は利用できなくなった。2005年12月12日からモバイル長崎スマートカードのサービスを開始した。詳細はモバイル長崎スマートカードを参照。2008年3月20日からは長崎電気軌道の路面電車にも導入された。初期導入車両は16両で2008年12月31日までに150。 ガタと160ガタを除く全車両に導入され2009年1月10日より定期券タイプの長崎スマートカードの発売が開始された現金での利用客に対しては新地中華街電停で乗り継ぎ券を引き続き渡していたなお長崎スマートカードを使用して地区町電停で乗り継ぐ場合30分以内に限られた長崎スマートカード導入により 長崎電気軌道の回数券は2008年12月31日に販売終了2009年9月30日をもって利用を終了した長崎電気軌道での長崎スマートカード導入に伴い新規に発行されるカードの絵柄も長崎の風物とバスを描くデザインからバスと電車の両方で使えることを示すデザインに変更された その後に配色を変更したカードも登場し、利用可能なカードには3種類のデザインがあった。2008年12月から、佐世保市が発行する、市内路線バスに乗車可能な福祉乗車証が、長崎スマートカードを利用した方式に変更された。2011年3月12日からは、松浦鉄道にも導入された。 保有車両26台の乗降口に乗車リーダーと、降車リーダー付き運賃箱を取り付け、友人駅7駅の窓口にて、スマートカードの取扱業務を行っていた。長崎自動車では、本社総合サービスセンター、国王区バスセンター、長崎市内各営業所の窓口とバス車内で、スマートカードを販売していたが、2019年9月15日を、もって、販売終了した。 また、長崎自動車再開交通では、2019年12月27日まで利用と積み増しが可能であった。導入から15年が経過し、システムや機器が老朽化したことから、2020年までに新しい IC カードサービスを開始することになった。2020年9月30日をもって、長崎スマートカードの利用サービスは終了した。 長崎スマートカードの廃止後、導入する IC カードサービスをめぐり、長崎スマートカードの取扱い高の過半数を占める、長崎自動車グループと、それ以外の事業者に2分されることになった。なお、新サービス移行に伴う長崎スマートカードの払い戻しは、発行者局群ごとの取扱いとなるほか、新カードへの残高移行等の取扱いもない。2017年、 長崎電気軌動、松浦鉄道、長崎県交通局、長崎県央バス、佐世保バス、西小井自動車の6社局は、西日本鉄道グループが主導する全国総合、利用 IC カード、にもかへ切り替える方針を発表。2020年3月から順次、長崎地区オリジナルの、長崎にもかを導入した。これらの事業者では、にもか導入を待って、 長崎スマートカードの新規発行と積み増しを終了し、2020年夏頃までに利用を終了することになった。なお、佐世保市交通局もにもか導入を表明していたが、それを待つことなく2018年度末をもって、交通局自体が廃止されている。2020年3月以降、各社は長崎にもかを順次導入した。 松浦鉄道と長崎電気軌道を除く4社局は、当初は2020年3月頃の導入を予定していたが、福島県にある車載機メーカーが2019年の豪雨と台風で被災したことによる危機器納入の遅れのため、2020年6月に導入がずれ込んだ。このうち、松浦鉄道は2020年5月末をもって、 長崎電気軌道では2020年6月末をもって長崎スマートカードの利用を終了し他の4社局でも2020年9月末をもって長崎スマートカードの利用を終了した長崎自動車と子会社の再開交通では2019年度をメドに独自の新 IC カードへ切り替えることを2017年11月に発表 そして2019年9月16日に T ポイントと連携した独自企画の新地域 IC カード N タス T カードを導入した。長崎自動車ではニモカを導入した場合、カード利用に伴う資金や情報が県外に流出することを危惧し、資金、情報を県内に止めて活用するため独自の IC カード導入に踏み切った。N T カードは 地域創生型 IC カードと題し、カードの利用で T ポイントが付与されるシステムを構築する。また、クレジット機能付きカードも発行されるほか、長崎自動車グループ以外に長崎タクシー、共同集金の NT ネットワークに加盟するタクシー、及び後藤産業喫線の航路でも利用可能であり、電子マネーとして商業施設でも利用できる。なお、 利用者の利便性という観点から、当社が導入するカードを、ニモカ導入事業者でも利用できるように要請すると、共に、当社のシステムでニモカも利用できる、要検討するとしていた。結果として、ニモカを含む、全国総合利用カードは2020年2月16日から、長崎自動車でも主語化エリア扱いとして利用できる、こととなった、反面、ニモカ導入事業者において、 エヌタスティカードを利用する要望については、国のインバウンド対応補助金の対象とはならないため、2019年7月時点で利用できない見通しとなっている。この2社では、エヌタスティカードの導入に伴い、2019年9月15日に、モバイル長崎スマートカードの取扱いと、長崎スマートカードの新規発行を終了し、 長崎スマートカードの積み増しと利用を2019年12月27日に終了した。また、島原鉄道は当初、にもかに移行する事業者に含まれていたが、2017年12月に長崎自動車の参加に入ったためこの方針を撤回した。2019年5月末時点では、新しい IC カードを導入する時期の目途は立っておらず、 長崎スマートカードの廃止をもって IC カード乗車券の取扱いを終了する見込みだが島原鉄道と同じく長崎自動車の関連会社である後藤自動車は n タス s t カードをいずれ導入したいとしている島原鉄道では2020年9月末の長崎スマートカードのサービス終了を前に2005年に廃止していた紙式回数券の発行を 同年7月から15年ぶりに再開して対応している。2005年12月12日からお財布形態に対応したモバイル長崎スマートカードのサービスを開始した。複数のバス事業者に乗車できるモバイル乗車カードとしては日本初となる。ワンマンバス用運賃収受システムの開発は小田原機器 IC アプリなどお財布形態用システムは インデックスが開発した。長崎自動車、再開交通、長崎県交通局、佐世保市交通局、西越自動車の、計1306台のバスで、利用を開始した。NTT ドコモの i モードフェリカ対応機種のみ利用、可能。au とソフトバンクモバイル、スマートフォンのお財布形態は、非対応だったが、当時は、au とソフトバンクにも対応したいとしていた。 また、島鉄バスと松浦鉄道では、モバイル長崎スマートカードは利用できなかった。モバイル長崎スマートカードは、島鉄バスと松浦鉄道を除く各社局の定期券にも対応し、携帯電話の画面で、区間表示、利用表示が停留所名で表記されるほか、停留所の追加、廃止にも対応できる。各社局の社内、 営業所などで積み増しを行うことができる。バス車内では運転手に申し出る。長崎電気機,機動車両内、松浦鉄道車両内では自動積み増し機で行うか運転手に申し出る。浜谷百貨店の浜谷プレイガイドでは長崎県交通局が積み増しを取り扱っていたが長崎県交通局から業務委託を受けた業者の着服が発覚したため一度取り扱いが 中止された。その後、長崎県交通局に代わり、長崎自動車が2011年11月より、自動積み増し機を設置する形で、浜谷百貨店での取り扱いが再開している。ここからカードは、長崎自動車が2008年に開業した未来長崎、ここ多くのクレジットカード、オリエントコーポレーションと提携し発行していた。 長崎スマートカード機能付きのクレジットカードで JCB や NTT ドコモの ID の加盟店で使用可能である。長崎スマートカードの廃止によりスマートカード機能は使えなくなるがクレジットカード機能については引き続き利用可能である。長崎スマートカードの廃止に伴い長崎自動車グループではクレジットカード機能付の NTAST カードを 発行することとなり、ここからカードの申し込み受付も2019年7月31日をもって終了した。2009年7月15日、7社局及び長崎県バス協会は、社債機の不具合により、特定の利用者から運賃を課徴収していたことを発表した。課徴収額は19,890円。 2008年3月20日から2009年1月10日までの期間中、前日までに乗り継ぎ割引を利用し、当日最初に路面電車でカードを利用した場合、乗り継ぎ割引の利用回数が例に戻らず、割引が受けられないケースが982件生じた。影響を受けたカードは410枚で、1枚あたり10円から720円を課徴収していた。 課長収されたカード利用者には、翌日以降の利用時に課長収額をカードに積み戻しすることで対処した。対象カードは、ホームページの判別プログラムに、カード番号を入力することで判別できた。ABCDEFG、スマートカード完全終了圏内バス、鉄道新カード導入、島鉄は、紙の回数券に、長崎新聞、 https://dis.kiji.is/.6842360085537434572020 年10月1日閲覧 ?abcdefghijk 長崎スマートカード長崎バス長崎自動車株式会社2020年12月29日閲覧 abcdef お財布携帯で バスに乗る、モバイル長崎スマートカードが、サービススタートイティメディアビジネスモバイル、2005年12月12日、ABCDEFGHIJKLMN、大特集、フェリカ携帯、本格指導激戦地、ゆえの、フェリカ、お財布携帯対応長崎県バス協会に聞く、イティメディアビジネスモバイル、2005年12月26日、ABC 長崎スマートカード、 長崎市交通局参考、長崎電気軌道によるスマートカードの案内参考、長崎バスによるスマートカードの案内、松浦鉄道の最近の取り組み AB ただし、佐世保バス、西小江自動車は、長崎スマートカードベースで発行された、福祉乗車証の有効期限の関係から、2021年6月30日まで、福祉乗車証限定で、 長崎スマートカードの利用サービスが提供されていた。AB2020 年長崎県の交通事業者6社局で全国総合利用 IC カードにも顔導入予定。一般社団法人長崎県バス協会準備委員会長崎電気軌動サイト内。 http://www.naga-den.com スマーツスラッシュインデックススラッシュ580スラッシュ2018年9月21日閲覧。ab 長崎電気軌道や松浦鉄道など7社局、にもか導入へ、全国総合利用サービスに対応。乗り物をニュース。 https://trafficnews.jp:/post/801532018 年4月17日閲覧。長崎スマートカード終了のお知らせ長崎健康通局 AB、松浦鉄道、長崎電機にも全国総合利用の IC カードにもかを3月に導入。レスポンス。 2020年1月25日閲覧。長崎スマートカードの発行、石像利用終了について、長崎自動車株式会社、ABC 長崎スマートカード終了の、お知らせ長崎電気機,機動株式会社、長崎にもか4社、局は6月導入へ。長崎新聞。 https://dis.kiji.is/.595994057606857825?C <ッ>イイコール 3K9546 兆7418億3946万24012020年2月1日閲覧。ABIC カード乗車券に関する方針について。長崎自動車。 2017年11月28日閲覧。ABCDE、長崎自動車、n タステ t カード9月導入共通 IC カード、乗車券、長崎スマートカード後継。長崎新聞の。の h t t p s コロンスラッシュスラッシュ dis.kiji.is スラッシュ5068373585496812492019年5月31日閲覧。 地域創生型 IC カードの運営会社設立について、長崎自動車株式会社、長崎バスグループの新しい IC カードのウェブサイトが公開されました。長崎バスグループ新、町カード2019年夏誕生予定株式、会社長崎インターチェンジカード N タスティカード、バスでも、タクシーでも、買い物でも使えて、 t ポイントがたまる9.16発売、利用開始株式会社 Ntas。Ntas t カードサービス対応バス乗車10%付与。長崎新聞の t。の、https コロンスラッシュスラッシュ dis.kiji.is スラッシュ5296772217412496332019年8月14日閲覧。abc、長崎スマートカードの後継。 二つのカード相互利用の見通し立たず。長崎新聞の https://dis.kiji.is/.5178953367729449932019 年7月31日へ閲覧長崎スマートカード終了へ、県内交通系 IC カードに系統に、 長崎毎日新聞長崎版2019年6月7日2020年1月26日 S ランお財布携帯で長崎のバスに乗ってみたイテメディアビジネスモバイルただし1日2回までで長崎バスと再開交通は同一事業者扱いとなる平成23年9月29日スマートカード赤蔵業務委託にかかる刑事告訴について長崎県浜屋への 自動積み間式設置のご案内。長崎バスココカラーカード。スマートカードご利用のお客様へ。お知らせ長崎電気起動公式サイト。ありがとうございます。